こんばんは。ここは逆ニュースです。今日は日本時間19時40分です。青森市警察、今日のニュースにより、この前の7日4時前、青森市市内に住む加藤春さん48歳、彼の首などを切りつけて、同じ部屋の客の69歳の男性、怪我をかかりました。警察は51歳の容疑者殺人などの戦いで逮捕しました。現場の隣は月の言葉といった。当日の夕方、アパートの前で人を倒れていた。その後2階から頭から血を流した人が担架に乗せられ、救急車で運ばれていた。